モトリー軍はアメリカが州国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1210人であり、2000年の1426人から15.1%減少した。軍庁所在地はマタドール町であり、同軍で人口最大の町でもある。軍名はトマス・ジェファーソン・ラスク将軍の副官であり、 テキサス独立宣言の署名者だったジュニアス、ウィリアム・モトリーにちなんで名付けられた。モトリーはテキサス革命中1836年の三者神との戦いで戦死した。モトリーの名前の綴りはトンが二つになっているが、軍を創設した法案では綴りが間違っており、そのままになっている。モトリー軍は州内に30ある禁止軍の一つである。モトリ軍にある マタドール牧場の主要建物修復中の昔のマタドール刑務所。元モトリー軍ハンジエドディ・スミスが修復を推進している。2011年撮影モトリー軍は1876年8月21日にヤング軍とベア軍から分離して創設された。組織化は1891年2月5日に行われた。1882年に スコットランドから移ってきたシンジケートが設立した大規模なマタドール牧場は1951年に破産した後も運営が続けられており、モトリー軍と他に5つの軍にまたがっている。モトリー軍で最初に生まれた子供は1882年に生まれたノラ・クーパーだった。その場所は現在ゴーストタウンになっている TP シティ近く。 バッファロー狩猟者の運営する宿営地であり、あとに1879年から1881年まで GWR ・リントン大尉の指揮下にテキサス・レンジャーズがの本部となっていた。1913年、全長8マイルのモトリー軍鉄道が90人以上の投資家の金でチャーターされた。軍内のフェンスもない牧場の中を走った後、 ローリングスプリングスデクアナークメパシフィック鉄道に接続した。この路線は1936年まで運行された。1927年から1928年、モトリー鉄道の発明家、アルバート・キャーロル・トラウィークシニア博士がトラウィーク病院を設立した。この施設は1991年に軍に移管され、モトリー軍歴史博物館になった。 ホワイトフラットと呼ばれるモトリー群の一部は平坦なプレーリーを覆う背の高く白いニードルグラスにちなんで名付けられた。1890年にホワイトフラットに郵便局が作られた。その町の最盛期には雑貨屋が4軒、ガソリンスタンドとガレージが3軒、カフェが2軒、金物屋が1軒、綿栗機2台、教会が3部にあった。 一教室の学校が1890年に開校し、1908年には4教室の建物に変わった。1922年、2階建てのレンガ作りの建物がホワイトフラット学校として建てられ、町の集会所にも使われた。1930年代の世界教皇とダストボールの時代に町は衰退した。学校は1946年に閉鎖され、 11マイル南のマタドールにある学校に統合された。教会は1960年代に解体された。郵便局は1966年に最後の女局長であるアイダモリスが死んだ時に閉鎖された。残っていた小売業である雑貨屋とガソリンスタンド各一軒も1968年に店を閉じた。元リー軍が組織化された1891年に2階建ての軍。 刑務所が建設された。当時の軍判事ヘンリー・ハリソン、ハンク・キャンベルと4人の軍政委員が地元建設業の税界 A 権と JT コーネットに工事を発注した。官房は2階に、ごくりの部屋は1階に置かれた。最初の軍庁舎も1891年に建てられ、後に火事で消失したが、この刑務所は元リー軍がフロンティアであった時代の象徴として残った。 現在は歴史保存のために修復工事が行われている。モトリー軍図書館は1916年に大火がマタドール中心街を一掃し木造の建築物を破壊した後で建てられたレンガ造りのムーアビルディングに1986年から入っている。ムーアビルディングは元雑貨屋と肉屋だった。この図書館は1984年に竜巻に襲われるまで またドール学校の施設に入っていた。メドーズ基金の支援によって、ムーアビルディングが改修され、図書館を収められるようになった。隣接する図書館別館は倉庫に使われ、また系統分類室、集会と社会的行事にも使われている。図書館にある歴史的な壁画は、近くのクロビートン出身のジョン・テーラーがキャンバスに描いたものである。 テイラーはこの壁画にローリングスプリングスのクアナ、パーカー、またドール牧場を設立する前に号に入っている、ヘンリー・エイチ・キャンベル・ハンジ、フォートワースの国立カウガール電動に入った、デュード・バートン、ハリウッド映画と契約した、長距離ライダーのシャノン・ダビトソンを描いた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は990平方マイルであり、 このうち陸地989平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.04%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。